バラみたいな感じやったけどね。アムチナクラブみたいなとこってこと？あ、そうそう、なんかね、韓国は年齢によって、うん、その入れる店が限られてるらしい。だから、じゃあね、おじさんは入れるとこは限られてくる。そうそう、結構限られてくるんだって。あ、じゃあ若い子ばっかりいるところに入れないみたいな。そうそうらしい。じゃあ面白くねえじゃん。じゃあ、いやでもその男、そのまあある程度上の人は上の人で固まった場所で、うん、まあ、楽しめるみたいな、落ち着いて楽しめるみたいな感じらしいけどね。なるほどね。ちなみにベトナムって面白いんですか？ベトナムは人をダメにしますね、あそこ。人をね。うん。でも楽しいよ。でも買ったんでしょ？いや、最後まくっただけなのよ。ああ、プラマイゼロみたいな。50万負けてて最終日に。はい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 。で、50万ちょっと取り返したのよ。あ、なるほどね。そう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 。あの、全然誘ってくれないよね、俺のことは。で別にね、俺本当それちょっと言うか言わないか迷ったんだけど、ああ全然誘ってくれないよね。いやいや、なんかサニー派閥だからちょっと誘い。サニー派閥がおかしいでしょ。サニー派に怒られそうでしょ、俺の派閥のやつに手を出すの。どんな派閥作ってるんや、それないでしょ。そんなの、それはサニー派に聞いてよ。そんなのないでしょ、もともとおかしいでしょ。いや、また、じゃあ、の、行くんだったらまた誘ってくださいよ、それ。ああ、誘いました、はい、すいません、お願いします。はい。じゃあ、29日、はい。はい。楽しみにします。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。サニー派閥があるとか言い出すからね。まあ、どうなるかやね、これね。うん。まあ、ここをでもね、伝えとけば、あとはね、TJ たちがどうするかだからね。うん、やっぱりあの、断るっていうことはさすがにないと思うのよ。うん。派閥言ってるだけですよ。うん、TJ が絡みにくいんだと思う。うん、発狂もね。うん。29日、いやだから俺が行ってもいいんだけどね。いつも一応行こうかな。うん、でもまた俺が行ったりとかするとクルちゃんのリスナーがまた香川が会いに来たみたいなことで言うからさ、行かん方がいいかなと思ったんだけど、まあ、迷います、うん、どちらでもいいかな。行った方が相手もらえる可能性あるし、売り上げをがっつり上げるためには行った方がいいでしょうね、その日はね。うん、正直まだ分かんないから、クルちゃんが来るかどうかも分かんないからね。うん、来るんだったら、うん、行ってもいいかもしれない。行かなく、いや逆じゃない、来たら行かない方がいいんじゃない、来なかったら行った方がいいんじゃない、どっちなんだろうな。まあまあ、どっちにしろね、あの人もせっかく出てくれるんだったら儲かった方がいいからね。 TJ ね、いやそんなん言うね、いつも一生話せるって言うけど全然話さないからね。全然話そうともしないし、全然連絡もしてこないし、うん、サニーが言ってた、まあ、あの TJ はあの香川さんのことも信用してないからねって言ってたから、ね。クルちゃんは今だからあの修行中なの、座禅中でしょ多分。空を飛ぶ修行してると思うんで、なので今返事は返ってきてないんですけど、まあ明日中には帰ってくるでしょう。うん。行かない方が負けて悔しいんじゃない。っていうかその売り上げに対して今回ね、まあ俺の店でクルちゃんが働いてるって言って。でまあ、相沢がどっかで働いても、これモンゴルとか関係なしに相沢に負けることはないんだって、絶対。それ 100% ないよ、絶対に。だってさ、そんなやばいって言ってる人にさ、アイテム投げないじゃない。ふわっちの人しか、まあ、そもそも投げないでしょ。まあ分かんないけど、よほどねかわいそうだと思わない限りね。だからそう考えたらふわっちで、ね、どっちが応援されるかって言ったらクルちゃんの方が応援されるに決まってんじゃん。うん、まあ、クルちゃんもそこでお金稼げたらね、いいだろうし。まあ、話によると今進めてる流れが、まあ飲み物もらった分はまあ全バックでいいんじゃないのかみたいな話になってるんで、まあ、その辺も人それぞれ後で考えて言ってもらったらいいんだけど、うん、まあそうやねんな、人あんまあの人信用してないよね。まあ俺もこんなことやってて信用してくれっていうのもおかしいけど、ね、まあでもセブンさんと仲いいからさ、あの人ね、相沢さん。だから今のところあの俺がパチオジに連絡をしてさ、パチオジが、あ、だからそう、猫タンとかを使ってね、パチオジに連絡するとするやん。
でその日あのクルちゃんがやるから来てくださいって言ったら、あの一人になる可能性あるよね。いや TJ はあんまおもちゃとかでしないんじゃないかな。 でも絡まないでっていう人の方が多そうだから、あんま絡まなさそう。 TJ ああいうタイプ。ちょっと待って、 24K 俺も2位になってんねんけど、ニセキンが来てるぞこれ。ニセキンってこんなイベント強いの？ちょっとびっくりしたんだけど、ニセキンに負けてるこれ。皆様すみません、これまた1位ならしてください。多分ああいうタイプは苦手っぽいけどね、 TJ ね。絡まなさそう、なんか上手に偉そうに言ってくるタイプ。偉そうというか、あんま絡みたくなさそうだけどね。だってあの辺と喋って仲良く絡んでると、他の人間たちと絡む時のパワーバランスね、あのずれるからね。ニセキン強い。そうなの？そんな強い印象なかったんだけど、マンスリーとかでも強いっけ。餃子頼んでみようかな、これ初めてのやつ。これ美味しいのかな。名物248餃子頼んでみようか。これハーフもあんのかね。エビ餃子はやめといて。餃子久しぶりに食うよね。ずっと餃子なんか食ってこなかったけど、久しぶりに餃子食うな。大好きな餃子、頼んでみるか。ちょっとお高いけどね。まあでもなんか美味しくなさそう。ここ大丈夫かな。まあいっか、頼むか。麻婆豆腐1800、高すぎだろこれ。麻婆豆腐我慢しよう。ビールはいらんけど、麻婆豆腐1800円、高すぎでしょこれ。一番好きな、難しいね。一番好きってね、一番好きって何なんだろうね、ほんとね。さっき今飲んでるよ、飲みながら。あ、ちょっと待ってね、この間水頼むために無理やりUber Eats入れたの。あ、エラーで、何、なんで、しゃあ合コン投げありがとうございます。身のつく方ありがとう。さあ、いやカレーはダメなのよ、痛風がちょっとね。TJ も久しぶりに絡んだな。いやほんと TJ 誘ってくんないかね、あれ誘ってほしいよね。一緒に行きたかった、海外マジで。3人の派閥あるとか、まあどっち、まあでもあそこはなんかそういうのあんのかな、本気であんのかな。ないよね別に。まあ俺はどちらでもね、どちらとも合う、あそこの家族は合うと思ってるんだけど、正直話したら面白いしね。酒飲んでおります、ありがとうございます。ここ投げ、お母さんの料理は何が一番好きですか。一番もっと難しになってるやろ質問それ。おかんの料理なんか今頭にパッて思い浮かぶ、これなかなか思い浮かばないんだけど。そっちのは難しいわ。あと1時間か。いや全部ではなかったな、確実全部ではなかった。全部は好きやないわ。動画を確認してら、ちょっとそれ見てみてもらおうね、どんな感じか。っていうかさ、みんなさ、あれ食べてないの？あれ食べてないのかな？あのワッパーのマッシュルームのやつ、全然連絡がないから、明日の朝枠でしか無理か。食べたら教えてほしいんだけどな、絶対何人か食べてると思うよな。あれうまかったっていうコメントがないからさ、食べてない可能性があるな、みんな。まあ、TJ の喧嘩はまあもうあの日常茶飯事だからね。まあ、奥さんも今回言ってはったからな、あの人。キリストの X を見ています。なんかこうウーバーイーツとかこの辺っていざつまみを頼もうとするとなんかないよね。ちょっとトイレ行ってくるわ。なんかないんだよな。
もしこれ考えに考えたあの結果さ、バーキン食べたマッシュルームなんとかのやつ、あのほんと美味しない、ふわっち覚悟しろのやつ。ブロンズ配信者が有料2万個アイテム飛んでせいちゃんに追いつく、は、どういうことそれ、2万個、え、160×110100000万10万、110100000万×160は320万円分か、320万円分投げられて追いつきそう。それまたあれでしょ、例のインド的なやつでしょ。そんなおかしいやん、だって普通に考えてな、そんな飛ぶわけないんだから。320万円もアイテム飛ぶかいね、一気にな。シャカシャカポテト焼きトウモロコシ味全然引かれへんこれ。うん、インド的やろ、そういう系やって絶対おかしいって。そんなのもうなんか地投げとかそういうものがない限りな、さすがにちょっと、だって長く俺たちがやってても、いや日本人でさ一人、あそうなんや、じゃあなんかこう気に入った人がいてあれだったかな、協調会議に来てたふわっち配信者が彼氏に爆投げさせてるって地投げ風アピールをしていました。それ名前とかわかる？ジャパニーズだった。へえ、一回見てみよう、確認しよう、今どんな人なんだ、名前なんていう人かわかる？これからやってる人で320万投げられてる。どのイベントなんだろう、スワッチヒーローズかな。で名前なんて人、プーハー、これかちゃうな、これかプーハーさん、1位なってるやん、うん、俺のことフォローしてる人だわ。これ人形の人かな、すげえな、元プロボクサーだって、しかも男性なんや、なんやろなこれ、何があったんやろな、でも何があったんだろうなこれ、うん、まあでもね、そういうアイテムの飛び方とかそういう風なものもね、自分たちで作っていかなくちゃなんないから、ふわっちがそういう300万とかないよねっていう流れになるとさ、それは良くないよね。その流れは自分たちでちゃんと作らないと。え、何？パニさん一回話しよう。マジで。パニさん。パニ。パニ。パニと通話するってよ、これパニって一番酒を飲んでる時に喋ったらダメなパニだろ。その金額カードでいっぺんに買えないよね、多分難しいと思うね。毎日、まあ、前もって電話しててそういうことに使いますって言えば投げれるのかもしれないけど、なかなか一発で300万単位の金は使えないと思いますね。止まっちゃうね、いきなり。あれ自動で止まるんだよね、結局ね。まあ、止めないでくださいって言えば大丈夫かもしれない。うん、あ、これ頼もう。ちょっと待ってね、
そうそうそう。TJ 関西人嫌いで。5個投げ。あー、大の方ありがとうす。さっきもたくさん掘っていただいたのにありがとう。え、3位あー、三浦また三浦か、これ最後に、最後に三浦か。まあでもね、ここはあの途中で配信切る可能性は大いにありえるから頑張らない。最低限2位には行きたいな。下品な関西弁が無理みたい。下品な関西弁が嫌って、完全な下品な関西弁や、これ。下品な関西弁でしかないよね、その相沢の話はね。頑張ってください、ありがとうございます。まあとりあえず配信を続けながらやっていきましょう。 BGM はちょっと穏やかな BGM にしようかな。ちょっとね、みんなこれ疲れちゃうから、これ戦いは、これは、あ、これもいい曲じゃん。夏いいね、これ。これいいよ、これいいんですよ、これで懐かしいわ。一番最初のね、マールと出会う場所です。よくやったな、クロノトリガーは。まあ今日は多分その相沢ネタがね、結構そっちに分散しちゃってるから。あ、 M の方今日もありがとう、今日もありがとうっていうか、さっきからね、ありがとうございます。これジブリじゃないじゃん、クロノトリガーっていうゲームがあるでしょ、そのゲームの BGM。 皆さんがいろいろ放送気に入ってるみたいだわ。こういう時はもう相沢ネタを話す意味がなくなっちゃうから、違う話をしましょうね。でよそで集めて、みんなが集めてきた情報をまた後で話そう。いやいや、これちょっとメドレーやん、メドレーはいらんねん。ちゃう、これは、あ、まあこれも人気なのよ。クロノトリガーといえばこの曲だろと思ってる人もいるぐらい。これにしようか。何頼んだ、一応あの松屋を頼みました。カレーとなんかハンバーグの新しいやつが出てました、それをちびちびと食べながら。明日まで最悪残してもいいかな、先生1位がやばいです。そのあれでしょ、1位の人でしょ、カレー。さっきココイチあかんつってカレーを頼んでしまったよ。200万300万ぐらい投げてるんでしょ、やばいよね。300万円って最高でしょ。それぐらい飛んでほしいわ、一日な。毎日300万円ずつぐらい飛ぶような人間になりたいね。で、一応一人の人が投げてるらしい。どうなんだってんだよ。2万個ってことは、まあ、ファンタスティックを投げ続けたとしても、200回投げてるってことか。すげえな。これぞ、ふわっちドリームって言ってたから。ね。いやだから、その方がついに頭がおかしくなってどっかで金借りて一人投げてもらってるとかじゃなかったらいいけどね。今さ、そうなのよ、3位まで落ちちゃったけどさ、これ結構差が空いちゃっててね、下からも追っかけて、でもまあ2位まではそんな差空いてない。まあでもファンタスティックで9000ポイントぐらい出たりするからさ。え、セブンさんがパーマを当てたらおばさんパーマになってる。確認するわ、おばパーマ。研究員って中国人が爆投げをしたらしい。あ、そうなんや。中国人に投げてもらえるのか。あ、奥ちゃんどうも。本名レンです本名レンなんだね。え、あの右乳に乳首を見られたの確認しましたね。彼氏にあの動画を撮らさせながら彼氏の目の前で胸を揉ませる彼女っていうね、もう軽い寝取られだよね。見た、見たよ。あ、ちなみにあのモザイクありね、ツイッターで見た、
あれは何なの、彼氏としてはお金くれるんだったら仕方ないっていう感じなの、稼ぐためには仕方ないよなみたいな感じか。合コンだけいいんですか、さらにありがとうございます。名の付く方 DJ 家出したの、いや見てない、だからそれ全部見れなかった。だってほらモザイク状だと見えなかったよ。早く座ってほしいな、セブンさん。まあやっぱ父 TikToker だからね、 TikToker ピンコだ。そうなんや、じゃあお金払って見てる人もいるってことか。298号さんね、だから恥ずかしくてなかなかそれ購入はできなかったけどさ、じゃあ早く座ってくれへん、この人どんだけ頭隠すねん頭隠しすぎやろ。はよ頭見せて書いとこう。もう寝るの？おやすみ。これ酔っ払ったらワンちゃん触らせてくれるタイプだな、これ奥ちゃんな。一緒に飲みに行ってくれへんかな。でも彼氏いるからな。彼氏ありの人間に言うのはダメだ。うん、おやすみ。ありがとう。レンちゃん。確認します。ね。食べた寝る。うん、今日はたらこクリームパスタです。この子にクルちゃんに似てるなとコメントを書かないでください。そしてくるみに食べた大食い残り似てるっていうのはやめてください。本人からの通達です。いやこの人はねすげえよ。この人に苦手要素あるか？何が苦手要素なの？くるちゃん似てるかこれ？似てんのかな、まあ、髪型だけじゃん。そんな似てるかな。じゃあお子さんいらっしゃるらしいからね。うん、いやこっちくるちゃんの方、まあでも確かにどちらもちょっと不幸感漂ってるか。この人はね綺麗に美味しく食べきることをあれにしてるらしい。あ確かに話し方そう言われてみたらちょっと似てるかもね。うん、いや履いてないらしいで。な不幸感は漂ってるじゃない見た目ね。うん、すごいな。そう考えたらこんだけ食べれて幸せだね。熱がある、大丈夫？614号さんねえ、お先のおやすみなさい。アイテムだけ掘ってから寝る。うん、ナイス押しに来た。熱があるので、で熱がなかったらアイテム掘っとったんかいなあ、ほんまかいシングルマザーらしいねえ。好感がある人がタイプなんですが、別に俺クルちゃんのことタイプって言ってないからね。言ってません。なんか話が回りに回って俺がクルちゃんがタイプみたいになってるけど、それはなんか勝手な皆さんの想像です。はい。で、それはいつも言われるのがね、相沢浩輝とどっちが好きですかとか、あゆさんとどっちが好きですかとか、比べられる対象がどう考えてもそれクルしかないだろっていう対象ばかり言ってくるから、クルちゃんって答え続けてるだけで、なんかもうちょっと違う人間持ってきてもらっていいですか。おかしいでしょ対象者が。大学生ぐらいが何歳ぐらいなんでしょうね。なんか年齢とかはツイッターに書いてありますみたいな。あまり個人情報は、まあお子さんがいらっしゃるんでね、さらせないいうことらしいけど。ももちゃんはもうだからその桃奈々っていうのはね、皆さんどういうふうに思ってるかどうかわかんないけど、そういうんじゃないんですよ。あ、だからくるちゃんとあの人、名前ないだ、レイコさんだ、レイコさんの方が言ってるじゃんだから。うん、レイコさんの方がその内面的、見た目はあんま正直わかんないけどね。リリーさんとくるちゃんならどっちって、まあリリクルね、リリクル一応カップリングだからあそこは。うん、リリクル切れ字姉妹ね、リリクル切れ字姉妹、
ここもね、大人の魅力があるからね、大人の魅力とそのあどけないね、あのコムソーのような女、うん、いやレイコさんはやっぱりこうなんだろう、まあでもどうなんでしょうね、あれも配信上のなんか本当に作られた、なんて言うんでしたっけ、ああいうのブリッコって言うんですか、わかりませんけどブリッコなんでしょ、あれは世間一般で言う男って、あれだからそう考えたらブリッコって気づかないんかも、ああ俺男ってやっぱバカなんじゃなくてわかんないんだわ、ブリッコが、わかるブリッコとわからないブリッコがあるけど、あのレイコさんのやつはわかるブリッコじゃないんだよな、なんかな、うん、そうそうそう、なんかそんな嫌味のあるなんかあれじゃないんだけど、ブリッコなんだけどね、どうなんでしょうね、リリーと付き合ったら過労で倒れる、何させられんの、リリーさんの作られさ付き合ったら、まあそうよ、女の人にしかわからない何かあるんじゃない、うん、デイリー1位のまだ飛んでんのこれ、デイリー1位の人、え、まだアイテム飛び続けてんの、そんなに研究員、進軍せよ何気に対、この人が無限に掘りまくってんだこれ、ファンタスティックを、あ、無限にファンタスティックを飛び続けてるよこれ、どうなってんのこれ、これどんな感じこの人、ありがとうございます、ファンタスティックエナジーチャージをエクスエクス、ありがとうございます、フォロワーも増やしたいですね、フォロワーお願いします、なんなら TikTok も YouTube もプーハでやってます、よろしくお願いします、ありがとうございます、研究さんありがとうございます、すげえ3万個飛んでるよ、3万個480万、すげえっすわマジで、480万すげえわ、俺の一月を一気に軽々と、うん、やるんやろそりゃ、だからまあ続けてればそういうねロマンも手に入るっちゅうことよ、何があるかわからないで、だってこの人なんて多分顔出しもしてへんやろからさ、顔出しもせずにね、人形をいじくってる人のところでこんだけ飛ぶわけでしょ、すごいよね、うん、夢があるね、まあ夢を見ないと俺たちみたいな仕事をやったらダメだからね、うん、いやすごいよ、いずれは俺もスペシャルバブルに乗っかって、スペシャルバブルに乗っかって大量の爆益が出ますように、1回の放送で1000万ぐらい稼いでみたいわ、目標はそこだよね、まだ1000万1回でさ掘ってもらったことある人ってふわっち界では見たことないし、うん、配信会で生放送で1000万稼いだことある人ってあんまりいないでしょ、まあ、結構自慢できると思うからね、そのためにはやっぱ1回の放送で2000万ぐらい使ってもらわなくちゃならないってことだ、そうですよ、乗っからないと、頑張る、ほんまに頑張ってその調子に行かないとね、だってそれを目指さなかったら何を目指すのって話や、やっぱり常々それぐらい応援してもらえるような人間になりながらね、たくさん投げてもらうと、それを目標にやっていかないといけません、人間磨きです、500万ぐらい、うん500万ぐらい、500万だで、480万、だから今300万近くは稼いでることになるよね、うん、金塊ありがとうございます、ありがとう、10万の100回の息が長い方がいいかもしんない、いやその保証があるならいいんですよ、そんだけ絶対掘ってくれるっていう保証があればね、その投げてくれてる人がいつ気が変わるかもわからないしね、うん、意味わからん爆撃、大手狩りをしてはそうなんや、
なるほどな。まあでもそうやってさ、いろんな人たちにねアイテムを投げてくれる人がいると、あの普段あまり浮かない人たちもね頑張ってやろうという気持ちになれるよね。うん。30分で枠切ってた。なんで？これ新しいやつ。ミエロニーハンバーグ。何やミエロニーって。匂いカレーなんやけど。これをこうしびしびといきますか。カレーは別にあるんだけど。こいつって何のプロなん知らんけど。お前って目の前に人がいるのにわざわざなんか疑問受ける、誰に聞いてんの。お前よっぽどコミュ障だろなあ。お前リアルでどんな人生歩んでんの。直接聞けばいいじゃんね。なんかわけのわかんないこいつってとか書いても目の前にいるのに書かないと、お前録画見てると思ってんの。まあ、やばいでお前。まあ、リアルでもそんなして心で思ってて誰かが答えてくれてると思ってんの。やば。ずっと一人なんだろうね。人と話したりとかそうできないんだろう。相沢光輝の TikTok がないんですが、バンですが、え？そうないでしょ。確認しましょう。あるやん。あるある。あるよ。あ、これ見せなあかんのか。あるある。トップじゃないけどね。うん。あります。残念ながらあります。食べてみよう。え、そうなん。バン消えない。だとしたら可能性あるで。というのは今までは絶対一番上にアカウントが来てたんだよ。それが一番上にアカウントが来なくなってるってことは、もう活動が止まってるアカウントになってる可能性があるね。深夜っていうのを検索してみるか。これバンになったかどうか確認する方法あんのかな。ああもう深夜っていっぱいあるわ。うん。ありすぎて分かんない。でバンになってるかも。ちょっとおかしいね。うん。でウインナー馬、ウインナー馬ってこれバイルンでしょ。うん。ゴキキッチンスーツってた。まあどうなんか分かんないけど。いやこれカレーじゃないわ。うん。まあ普通、え、なこれ何がちゃうのこれ。松屋。ポーランドの家庭料理を日本のご飯に合うようにアレンジしたソースが決めて。何が違うか全然わからへん。普通のブラウン、なんか普通のブラウニーハンバーグなんだけど。ん？が期待させ、え？期待させないで。あ、ちなみに TikTok は仮に永久版になったとて、またすぐアカウント作れるから、あんまり気にしなくても大丈夫だよ。うん。まあ、まあ美味しいね。うまいけど何が違うんこれ。マジで分からへん。ウインナー分得した気持ちになるわ。うん、普通のハンバーグやで。そう、なんかデミグラスソースみたいな味だね。うん、でうん、普通に美味しいけどね。だから食べて、え、これなんかめちゃくちゃ変わってるなみたいな感覚は絶対受けないと思う。うん、まあとりあえずふわっちが永久版になった時点でもう終わりだから、絶対にこれはもう断言できます。
だから多分スイスホテルで会ってる人間はヒロミだと俺は思うね。うん、多分ヒロミだと思うよ。会う人がいるとすれば、それヒロミさんがどこの人か分かんないけど、可能性があるとしたらヒロミだろ。松屋のカレーは絶対に最初にぶっかけて、これを全体混ぜる、これが必須です。これをしないと松屋のカレーはダメです。あー、なるほど、フォロワーが00になる。あ、そうなんですね。これがこう混ぜて、これ本来普通のカレーでやらないですけど、あのカレーって松屋とかのカレーって油がめっちゃ多いんですよ。なのでひたすらこうやって混ぜてドライカレー風にして食べると美味しいんですよ。あの汁気が多い状態で食べると、あの油っこくて気持ち悪くなるから、ドライカレー風にすることでちょっとこう旨味が分散されていいんで、俺はこれおすすめです。こういう食べ方をします。油がすごいよ、松屋のカレーとか美味しいけどね。でもカレー、あの吉野家とか松屋とかすき家とかで言うと断然に松屋のカレーがうまいと思う。一番うまいと思いますね。これ置いときます、しばらく、ね、しばらくこうやって置いときます。まあかといってわざわざ松屋でカレー食べに行きましょうっていうようなレベルではないけどね。カレー専門店でいいと思いますけど、いや、これはちょっと置いとくことによって、やっぱこの、中身のこう、油の浮きみたいなやつが全部米にこうね、吸収されるから。うん。ちょっと置いた方が。一旦置いた方がうまい。田川さん、5期の X を見てください。あー、さらにありがとうございます。小林さん、ありがとうございます。確認します。付き合いで夜の街にいます。夜中に枠を開けます。みんなごめんね、待ってて。はい、夜の街です。はい、テキーラ、夜の街にいます。付き合いも大切ね、そうらしいです。いや、書いたの、夜の街に、夜の街ですって。うん、ね、あげてます。ね、一日く果物をどんだけ食うんだっていうね、猿みたいなほど果物を食べ尽くす。とんでもないです。手が男性。いや、わかんない。経営者の、経営者の会消えてたら、そういえば、確かに。うん、あ、エースグループ、あ、だからまたホストクラブに行って金を使ってるだけってこと。まあ、あゆさん詳しいよ、ホストクラブは。まあ、大阪のホストはあゆさん詳しいから任しとけって話よ。うん、なんでそんなお金あるんですか。あのホストってまあ別にそんな高くないからね、言うても使わないでいればね、5万10万で遊ぼうと思ったら遊べるじゃん、バカみたいなことしなかったら。初回でも言ってれば、うん、そんな感じなのか。まあ俺今回はまあ MI パターンだと思うな。なんか自分の知り合いの店に金持ってる人間と一緒に行って金使わすみたいな、そんなパターンなんじゃない。で、またそこで恩を売って、私はすごいでしょアピールをして、まあどんどん、まあそういうタイプの人間じゃん。うん、家賃滞納なんかしてんの。してないっしょ。4年、まあそうなんや。インスタ見て分かった。そんな前まで遡って見たんだね、あなたは。
マニアだね、調べてくるわ。うん、俺ね、そんなホストクラブとか知らない。あ、そうだ、今営業回りしてその飲み屋の人間に来てもらおうとしてんだ。まあ、要はそういうことだよ。あの、何のために言ってんかか、歯が、夜の街の知り合いがいるみたいな、そういう流れをしたいんだよ。まあ、そうだそうだ、それだ、そのために回ってんだ。山田に話してたっていつ話したのよ。それかなり前でしょ。もう山田とは相当長いこと連絡取ってないでしょ。だから山田って最近配信めっちゃ少なくない？相当少なくないですか？だいぶ減った？まあそうでもないのか。でも一時に比べたら減ったよね、なんか。飲み屋時代の客を呼ぶ、ほらね、そういうことよ。あんなもんにバカ、いや全然、俺全然怒ってないですよ。いやマジで全然怒ってるとかそんなこと全くないです。そんなは全くないんですけど、ただあのかばう必要性はもうないので、なので話をするだけですね。あの自分のこう思ったことを話していくだけで、別にあのかばうことはしませんよ。なんだ、あ、この人ね、あー、この人のとこに投げて、あれあれ、これ桐崎愛、ちょっと待ってよ、桐崎愛夢さんってこれ確か愛夢さんが送ってきてた、あ、違うわ、これ三上蓮だ、違うな。じゃあホストクラブに行ってんだって、うん、キャバクラなの、ウエスグループ。え、ホストクラブじゃない。ここですねって送ってるけど、ホストクラブっぽくない。まあわかんないけど、キャバクラなんかね。まあ、どちらにせよその店に行ってるっていうことだ。うん、でも自分とこの客を連れてくるってことは女じゃなくて絶対男を連れてくるはずだからな。うん、なんか行動が分かりやすすぎて、でも面白いな。うん、まあ自分でそのリスナーは誰も来ないと踏んでるってことよ。自分で分かってること自体が面白いよね。あ、大きな金塊ありがとうございます。大の方、いやちょっと待って、これほんま喋ってる場合じゃないわ。2位も遠ざかっていってるわこれ。だいぶ下からも来てるしね。ぶっちゃけどうでもいい。いや、ここに関しては興味持ってる人いるんじゃない。だからこいつがどういう風な人を呼び方をとかをしてメンツを保とうとするのかみたいな、うん、それ気になってる人多いと思うよ。やっぱりそういう、なんつうんだろう、結構上から言うタイプの人だから崩れ去ってほしいんで、うん、あ、皆さんナイスまであと33ナイス、よろしくお願いします。800ナイスまであとちょっとです。名前が出てる8人はできんらしい。いや、あの、その、そもそも、出禁にしなくたって、誰も行かないでしょ。もうこれ配信できないからね。うん。ふわっちの配信者が、その、なしで行くわけないやん、配信が。100% 配信なんかできませんよ。まあ、仮に、配信があろうがなかろうが誰も行かないと思うんです。
誰が行くのよ。合コンだけありがとうさ。そうそうそう、店行って一応挨拶回りしといて、で俺の考えではここの売り上げが上がったらまた使いに来るからみたいな約束をしてると思うな。うん、あんなおばさんは暇に相手してる暇はないです。なるほどね。まあ一応そのグループの代表ってことね、あの方は。小さな金塊もありがとう、ありがとうございます。あ、サンキューサンキュー、ありがとう。おー来た、おっきいやつ、ナイス。超でかいやつが来ないのか。ホスザワさんです。あ、これできればあのまとめ投げでいいですか。エフェクトでコメントが読めなくなっちゃうやつで、ありがとう。バン中に不破配信者が相手、まあそれもないしね。まずバン配信、あの配信者が行くわけがないから。そう。じゃ誰を連れてくるかって言ったら、うん、どうなるんでしょうね。だからまあ当日楽しみにしてる人は多いと思います。でツイキャスの放送しかないんで、店の放送しかね。だからお客さんが誰が来てるかとかも見れないから、うん、声とかもほとんど入らないかもしれないね。ホストの、いやそれはしないでさすがに。うん、おつざわおつおって赤の人、いや、まあコメントは俺の枠でも昨日書いてたけど、多分違うんじゃないですかね。わかんない、正直。もしかしたらその可能性もあるけど、うん。今日会ってる女社長の息子がホストクラブのオーナーだよ。で、その女社長と会ってるってことね。うん、なるほどね。そうらしいです。今日会ってる女、それ一体どこの情報なんだろうね。だって今日会ってる女社長ってさ、誰もその情報入ってなくない？なんでそれ知ってるの？642号さんは、なんかもしかして知ってるの？新情報知ってるってこと？ティンパパ、まあどうだろう、ティンパパはうまく合わせるでしょ、あの人は。金さえ使ってくれたら誰でも言えるけど、金も使わないババアってホストクラブからしたら最悪な立ち位置なんだろうな。そこ目です。はあ、はあ。前にも女社長に相談したら、元気出すためにホスト連れてってもらったって言った。はあ、はあ、はあ。雑談だら、それ想像でしょ？うん。いや、動画見てないよ。ふわっちでだって見れへんや、晩中だから。無理でしょ？流したら怒られちゃうからさ。想像とか妄想で話すのは俺あんま好きじゃないからさ。これ分かった。この肉が牛肉じゃないよ、これ。豚か、これ。なんだ、これ。すごく邪魔。うん。ははは。TikTok でその人と、ああそういうこと。ああなるほどね。で結局それは自分とこの息子のホストクラブで金を使ってくれるから一応絡むってことか、うん、なるほどね。新地でナンバーワンだったから
ストーカー来るよとか、まあ見とけば分かるやんな。うん、本田社長は前に一緒に配信も出てたし、なるほどね。でそれはじゃあ出てたとして、その642号から見てどういう風に見えた関係性は。関係性としては、そのでそこのなんていうの、ママさんは息子の店で金落としてくれる人だから、でもそんな時間割くかな、よほどの関係性じゃなかったら時間割かないよね。結構金使わないけど時間割かないと思うんだけどな。なんかあるのかな。いや、ホストに連れてってもらったって、自分の息子のホストに連れてったんでしょ。ビルをかけてシャンパンを入れてくる。まあそうだね、こ、まあ、使うとしたらそこで使った方がいいからね。あ、それ以降関係なさそうなのに今回呼び出して、でもそれでさ出てくるってことはさ、何かしらのお金をたくさん使う約束をしたってことかな。あー、なるほど、スカートのね。だから大きいお金が入ってくることが決まってるみたいなことを言って時間取らしたか、うん、まあとりあえずこれから先分かるよ、うん、どんなどのパターン、いろんなパターンを考えよう。まずいろんなパターンを考えて、とりあえず今回だけ助けてほしいと。ここで面倒を見てくれた場合はね、あのでかいお金がつながって、そしたらちゃんとホストでいついつなんぼなんぼ使うからみたいなこと言って、でその日だけまあいっぱいお金を使ってもらったとするじゃん。で最終的にホストクラブに毎月使うみたいな約束があって、それが使えなくなって自分のリスナーにぶち切れて、アイテム投げろやっていうあの暴言を吐き出すか。あ、ちょっと待って、皆さんこれもう54分だ、これ最後、これ3位はどうしてもキープしたいで、いけるかな、なんとかいけるか。ファンタスティック2発飛ばされたらだるいな。最初のダーのこともホストのなんちゃらって言ってた。それ分かんない。一番肝心な部分がね。そう。あの人、美容院はいつ行くんでしょうか、忘れてるんでしょうか、分かんない。美容院行ってないんだ。その辺もちゃんとするんじゃない、普通に接客業として。何々って言ってたね。なんでそれあなたたち意思疎通が取れとんねん。なあ、セフレかな。なんでそれ分かったあんたらは。アンダーバー同士やの。え、なんて書いてあるのこれ。お、なんて書いてあるのこれ。あ、婚約者。なんでホストの婚約者って書いてさ、アンダーバーになるのこれ。あ、お、ん？ホストのお、いや違うな。まあいいわ。なんでオーナーって書いて、なんでこれ無理な。なんでアンダーバーなオーナー、え、オーナーって書けないの、書けてるやん、書けてる人おるやん、これ12号はひらがなで書いたらあかんってことか。うん、あー、10個投げありがとう、もっちゃん、ナイス、やったぜ。これ忘れちゃう、これ話してたら。あたす、まあ、オナっていう感じと一緒になっちゃってるってことか。ありがとう。中ちゃんが近づいてきてるよ、これ。残り4分間で刺されんじゃないか？またベッド燃やすぞ、これ。ダーが婚約して、その前の人が婚約してた。あ、ちょっと皆さん、その前にナイスも全部押しといたね、今のうちに。12時回った瞬間にまた押せるようになるんで、今押してない人は先にナイス押しといてください。はい。
800ナイスまではどうしても欲しいんで、今のうち呼んで押して、この0時までに押しといてくれたら、0時超えて枠取り直したらまた押せますんで、30分間ね。ありがとうございます。楽しみになってきたね。まあ、クルーちゃん多分出てくれると思うよ。ナオさんには出れるっていう話をしてたらしいから、うん、いやいや、オーナーでもなんだこれ、なんて書いてんだこれ。ありがとう皆さん。さあ、なんとかこれ抜かれないようにしたいな。なんとかこれが抜かれないようにという感じでございますね。うん、うーわ、20個で、あ、血のつき方ありがたす、やったぜー。ナイス、これは大丈夫でしょ、逃げ切れんじゃない。3位だったら3万円ぐらいもらえる。3位5万円か。よしよし。セルフって書いています。そうなのか。まあまあ、あんまりその辺は気にしなくても大丈夫だよね。うん、今日はそういう、まあなんかカレーってみんな好きじゃん。うん、てかセージもポテトチップスとか食べてたけど太らないね。ちょっと待って、ここで200個いっちゃって、ちょっと待ってよこれ、嘘でしょ。いや嬉しいけど、200個これ、うわこれ投げて、あ、でもそうか、ワンチャン2位狙ってくれたんか。うわこれな、ありがとうございます。これマジ食ったか、これありがとう、ナイス。うわ、1万5000も出てんのに勝てへんかったよ、惜しい。1万5000は結構多かったよね、マジか。いやでもこれはね、ちょっともったいないというか、でも仕方ないよな。下にはもう絶対抜かれないと思うけど、あと5000、あと1万5000やから、あと200いるけど、もう5万円やから差が、まあやらない方がいいよね。だってあれ、ちょっと待って、これ3円って5万円もらえるのか。7万なんだ、2位は。2万しか差がないから、これはもう3位狙いした方がいいよね、もったいないから。うん、ヌジダオさんありがとうございます。いやこれもう3位狙い。ちょっと待って、これ明日につなげた方が、ミミタブ様、ちょっと待って、負けてるやん。あー、2、オッケー、ナイス。タブ様、タブ神様来た、これ。総合とりあえず1位だけど、ちょっと待って、2位だね、これ。ワンチャン、惜しい。5000ポイント抜かれるなよ、これ絶対抜かれるな。うわ、これ400持ってたか。さすがですよ、これ。まあ、これで5万円から7万円にアップできるかどうか。これ絶対抜かれたらあかんわ、これ。これもう抜かれたらもう最悪だ。マジで。ここで抜かれたら最悪パターンだぞ。時報つけとけばよかったか。いけるか、頼むぜ。逃げ切りでなんとか逃げ切れますように、よろしくお願いします、タブ様。どうたまどうたまこれ。いや、だってこれ500発が、明日に回せたって言ったら500発分で相当でかいからね。なんとか逃げ切ってくれ。頼むぞ。うわ、3000ポイントまで近づいてきてるわ、これ。やばすぎる、やばすぎる。早く、早く、あ、来た！大丈夫か？ 2位だな。逃げ切ってるな、これ。いけてるな。いや、多分大丈夫なはず。これで逃げ切れたらだいぶ違うけどね。いや、これはいったでしょ。さすがに。逃げ切ったはず。まだ出てこない。ケイシーです。あ！さす、え、計算した？なるほど。2、ありがとうございます。計算をした結果、こっちの方が良かったの、さすがですよ。いや、でもこれさ、下の人間があとちょっと投げてるやばかったじゃん。ありがとうございます。いや、よかった。もう、よしよし、ありがとうございます。すぐさま次枠取りますわ。皆さん、応援ありがとうございました。しかもマンスリーも13位に上がれたし、ね、WGP だけはもらえてないけど、すぐさま、いやもうたくさんの方々投げていただいてありがとうございました。これで、とりあえず、まあどっちにしようこれお金さ、ゴールデンウィーク明けしか多分もらえへんねんな、全部な。まとまってもらえると思うから、うん。じゃあとりあえず、次枠取ります。ありがとうございました。しかも今回さ、深夜帯にさ、配信やるとか言ったからね、まあ、ちょっと長く撮りたいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。